なんか浅瀬みたいなところに来ましたね。お、なんかここすげえ岩がありますね。輝いてる岩が。おお、なんかちょっと読み方わかんないけど、ここら辺、ここの浅瀬あたりが多分景勝地なのかな。まあどこかわかんないけど、この勝敗付近にまた景勝地があるということなので、早速行ってみたいと思います。あ、でもなんかあそこ山見えるな。確かにあそこ山見えますね。あれかな、これか、泰山のふもと。泰山のふもとだと。あ、こっちにまだなんかあるってことか。あれだ、あ、見っけ。オッケー、見つけた。オッケー、ここか。まあとりあえず泰山到着。おー、これが泰山か。その景勝地がある場所がこの京の北にあるとのことなので、行ってみたいと思います。その景勝地が第7章以降に作られるということなので、はい、そして来ましたね、新しい景勝地、銅釈台であります。銅釈台か。はい、ご覧の感じでね、第7章以降に京に来ると新たにこのような施設が建っていると。京には曹操様が建てた銅釈台があるじゃろ。当時はあれのために各地から職人が集まっての。おかげさまで町は結構豊かになったもんじゃよ。なるほど、そういうことですか。あ、あ、ここにまた景勝地あるか。おお、スコスコなのかな、スコ。あー、ここがスコってとこなのか、スコ。まあとりあえず後で時点で調べておきます。こんな景勝地があるとはな。あ、見えてきましたね。オッケー、ここだ。ふう、やっと到着、やっと着いたぜ。あ、あったあった、あれだ。あー、よかった、見つけた、マーキングポイント。ふう、よかった。ここあたりか。あ、階段ここか。ではバリの頂上中央部分到着。よし、マーキング完了。では次の景勝地に行きたいと思います。で、次の景勝地はこちら、医療から南西に進むとその景勝地があります。ではここに登ってその景勝地を見てみたいと思います。え、てかなんかあそこ山あるな。あ、あれか、あの山やな。よく見たらあそこ山ありますね。あれやな。あ、はい、ありました。自分が今回訪れようと思ってるのはここです。この2つの景勝地に赴きたいと思います。あった、よっしゃ。武陵源を望む丘。武陵源か。おー、中華大陸も広いもんやな。え、あ、あ、オッケー、この上か。オッケーオッケー、この上ですね。おお、ここが武陵源。ミスターアイランド、いいね。おお、サムネイル候補筆頭やな、これ。おお、あ、あれか。おお、このでっかい川だな。ではここは一体どこなのか。ああ、東波、東波か。あ、読み方東波かどうか分かりませんけど。あー、なるほど、こんな湖がな。どうやらこの廃城から西に進んだところに景勝地があるということなので、早速見ていきたいと思います。あれ、2つ景勝地あるか。あー、自分が求める景勝地、おそらくここの方だと思いますので、ちょっとこっちまで行ってみましょう。倉庫行ってるうちもう目的地は近いから。お、おお、なんかすげえとこ来たぞ。なんか池がありますね。これでしょ絶対。え、なんて場所なんだろうここ。ああ、こんなところにすげえとこありますけど、とりあえず見ていきますか。王龍、
オーリュー、黄色の竜でオーリューでいいのかだ。お、てか見せてください、ここ。サムネイル候補確定やろ、これ。おー、オーリューですか。おー、いいね。ちょっと、乗っていきますか。お、こんな岩山の付近に水辺があって、ここも多分相当有名な場所なんでしょうね、中国では。まあ、万里の長城並みとはいかなくても、あ、てか、すげえ綺麗だな。もう、ウォーターブルーが最高に綺麗ですね、ここ。今回こちらの景勝地に赴いていきたいと思います。ん？キラリズムしたぞ、今。なんかでっかい湖があるぞ。広い場所に来ましたけど、あー、なんか一面なんか綺麗な湖に来ましたね。これかな、おそらく。お、この BGM とともに判明すると、急なんたらかんたら、おー、オーケストラのような BGM とともにこの景勝地を見つめるってかい。おお、いいね。では行きますか。お、あ、やっぱりここも一緒っぽいな。ここもおそらく有名な場所ですよね、旧最高。あ、ここで用語地帯が出ると。ああ、なんかでっかい滝があるな、あそこ。ああ、なるほどね。お、なんか山見えますよ、あそこ。あれかな、景勝地。え、まさかあそこまで行くのか、今回。さあ、この景勝地は何なのか。お、鳥も羽ばたいてるのか。あ、ロザン、ロザンっちゅうのか、ここ。あー、ロザンな。お、意外と近くにあったな。オッケー、ここやな。お、あれやな。お、でっ深い岩が連なっとるやん。雲南石林。おーほほい。お、おー、あ、登れるかちょっと試してみていいですか。登れないね。オッケー、登れなかった。あ、なんか山ありますね。あ、ここやな。なるほど、ここか。う、なんか山キラリズムしたぞ。これだ、この山だ。この山がもう景勝地になってるってことか。はい、到着。炭火山だって。この山かな。え、なんか景勝地ありますね、ここ。あ、ここか。あ、あれ、てかここにも景勝地あるな。あー、ここにもあったか。ちょっと見ていきますか。では、ここは一体どこなのか。おー、すげえとこ来たな。じゃあ見ていきますか。黄河。黄河か。黄河を望むか。黄河も有名な川やもんな。まあ、長江にはちょっと劣るかもしれないけど、黄河も黄河で有名な川ですからね。へえ。あそこ、あれか。洛陽のあそこ、渡る場所ですね。で、あそこの門が古老館かな。あ、懐かしいな、古老館の戦い。孫権殿とか天井殿以来か。こっから見つめる古老館もまた素晴らしいですね。さあ、景勝地見えてきました。さあ、ここは一体どこかな。お、なんか雪山みたいなとこに来たね。まあ、とりあえずこっち行くか。さあ、ここは一体どこだ。鉱山を望む丘。鉱山か。あ、なんかこれも家あるし。あ、多分鉱山を見つめて暮らすんだろうな。さあ、目的地はもう目の前だ、レンさん。さあ、この広大な BGM とともに今登頂完了。鉱山。おー、鉱山ですか。いい場所じゃねえか、ここも。あ、ありました、ありました。これです。
はい、終電の収録の時これの存在に気づかなくて、で今更ではありますけども、今回はここの継承地に赴きます。終電を編集してたからこそ気づけたこの継承地、さあ見ていきましょう。はい、というわけで早うことになります。え、あった、これだ、これだな継承地。ファストトラブルは使えないから直接行くしかないか。え、あここか継承地。え、確かになんか見えるな。あれか、あれや、 V 山究極系だかったとこ。おお、マジか、あれか。お、すげえとこ来たな。レイさんだ、ここ来れなかったんでね、新鮮やな、ここ来るの。おお、あの満月がもうこの V 山ってところを照らしてくれてる。はい、ご覧の感じで、雲南積林が見えるんですけども、ここから東にまた継承地があるということなので、早速見ていきますか。とりあえずマーキングを触って、そこからですね。え？あ、確かになんか継承地ありますね、ここ。ここか。ここになんかありますね。では行ってみましょうか。これか。とりあえず使っておきましょう。おお、継承地はもう目の前だ。さあ行きま、え、なんかすごい大地の見える場所に来ましたけど、おお、お、なんかすごいな。え、こっから先か。あ、こっから先みたいやな。おお、なんかすげえところに来たけど、おお、ここか。え、次は大丈夫かな、すげえ先が流れてるけど巻き込まれないかな。よし、とりあえず登って確かめてみましょう。あー、このエリアってことか。黄河呪縛府、黄河呪縛府ってところに来ましたね。あー、こんなところにな、継承地があるとはな。おー、こんな感じで継承地が映っていると。では次の動画でお会いいたしましょう。お相手はルーダスでした。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。 Twitter や Instagram、 LINE ブログもやっていますので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。せーの、バーン。